春田誠とは、日本の実業家。DNA 前取締役会長。プロ野球、横浜 DNA ベイスターズ前オーナー。ベイタケイトリスト代表取締役。大阪府出身で、後に、奈良県で育つ。少年時代は、ファンクラブに入るほどの近鉄バファローズファンだった。奈良県立奈良高等学校卒業。1988年京都大学法学部入学。 同卒業後、1992年に住友銀行に入行。市場支店勤務などを経験。2000年2月に住友銀行を退職し、IT 企業の DNA へ転職。同年9月に同社取締役に就任。DNA では主に企画管理部門の責任者を務める。2008年7月に常務取締役に就任。2009年4月に 執行役員最高財務責任者となる。2011年6月、DNA 創業者の南馬智子が経営の第一線を退いた際に、DNA 取締役会長に就任。2011年12月2日、横浜 DNA ベイスターズの誕生と同時に、オーナーに就任。2015年1月16日、同年6月に、取締役会長からの退任予定と、 創業者の南馬智子に、球団オーナー職を引き継いだことを、横浜市の球団事務所で発表した。取締役会長退任と同時に同社を離れた。2015年4月、ベータカタリスト設立。遠隔診療プラットフォームであるマディプラット及び人工知能のコア技術を持つイグシンテレジェンスを共同設立。ありがとうございます。